握り寿司。握り寿司は、酢飯の紹介に寿司種を乗せて握った寿司であり、早寿司の一種である。握り、江戸前寿司、江戸寿司、あずま寿司とも言う。海苔巻き、巻物、ちらし寿司、陰道寿司などを含めた講義の江戸前寿司については、江戸前寿司を参照。握り寿司を制することを、つける、つけるといい、調理場を、つけ場と呼ぶ。これは、寿司が、 発酵食品であった時代の名残であるとされる。片手で酢飯を取ってシャリ玉を作り、必要な場合は、わさびやおぼろなどを噛ませ、その上に種を乗せて握る。わさびなしのことは、サビ抜きと呼ぶ。種は、生物だけではなく、すじめ、漬け、煮物、焼き物など様々な仕事が行われる。種とシャリとの分離を防ぐため、海苔やかんぴょうなどで巻いたり、 種の切り方や握り方を変えたりなどの技法がある。握り寿司のための飯、シャリの握り方は、寿司職人の技術が最も発揮されるところであり、様々な技法がある。これの他に、握りの形があり、俵型、箱形、船形などがある。一口で食べられるほどの大きさに握られることが多いが、大正時代以前は、 現在の2倍から4倍ほどのサイズが標準であった。こうした大型の握り寿司は一部の店や地方、欧州などに伝統として残れている例もある。シャリに対して種が大きすぎて垂れ下がったような握りは、女郎寿司と呼ばれ、下品であるとされる。しかし近年は、デカネータと称して、それを売りとする店も参見される。シャリの自動握り機。 寿司、ロボット、シャリ玉成形機が開発された1981年以降は、チェーン店を中心に、機械握りが普及している。タンク上の装置に酢飯を入れておくと、機械がそれを絞り出すような機構を用いて、寿司の形に作ってくれる。中にはわさびをつけたり、軍艦巻きの糊を巻きつけるところまで自動で行う、ものもは。また、機械の外観が、飯おけの形をしていて、 客席から一見すると寿司職人が、桶からご飯を取り出して握っているように見えるものもある。なお、業務用、家庭用の調理小物として木製あるいは、ポリエチレン製の握り寿司用のお仕方も、販売されている。注文方法や座席によって異なる。お決まりでの注文の場合は、カウンター席であっても、一人前を、寿司桶や寿司桁、皿などに乗せて提供することが多い。 これに対しカウンター席でのお好みやお任せの場合は握りたての寿司を職人が直接客の目の前の付け台に置く。お好みの注文を2個付けとすることについては次のような諸説がある。なお、寿司を数える助数詞に缶があるが寿司1個を1缶と数えるか2個1組を1缶と数えるかなどについては諸説ある後に諸説。 一人前の寿司職人になるためには、飯炊き三年握り八年と言われるように、約十年の修行が必要と言われている。高度な調理技術が求められ、寿司専門店でベテランの職人が腕を振るっている。美味しい寿司が握れる職人になるには、市場で生鮮魚類を見極める力や、多様な魚の臭も知るほか、油が乗る時期は薄く切る、などの知識や経験、技術が必要である。 また、寿司ロボットのシャリとは異なり、職人が握ったシャリは内部でご飯粒同士が圧縮されていないという違いがある。就業者は男性が大多数を占めている。店主は中年以上の人が多く、高齢の店主が増えている。従業員は高卒、中卒直後の若い人がほとんどだが、大卒の人たちも多くなっている。定年はないので技術があり、 やる気さえあれば一生続けられる職業と言える。一方、法規的に資格が必要であるわけではないので、持ち帰りや宅配専門店また、回転寿司店では、アルバイトやパート労働者によって、握りの作業が行われたり、産業用ロボットが行っていることさえある。日本国外の事情は、日本と異なる。一例として、ニューヨークタイムズ市、 2007年7月29日はニューヨーク市クイーンズ区の寿司教室を紹介している。韓国人が主催する同教室では1日4時間6週間を全家庭として寿司職人を養成する。学費1000ドルでそのコースを終了した韓国系、中国系など体制の生徒はアメリカ各地で寿司屋や日本料理店のシェフになるという寿司世界の寿司へも参照。 握りたてを手でつかみ口に運ぶのが伝統的な寿司の食べ方とされているのは、もともと握り寿司は屋台で供されることが多く、江戸前寿司を参照、簡単に食べられるように工夫されている寿司だらである。箸を使って食べる人もおり、素手で食べると直前に食べたネタの油等が指に残り、その後の寿司の味を壊してしまうからとして箸を推奨することもあるが、手で食べる作法では、 客一人一人に出されるおしぼりで手を拭いて対応する。握り寿司には味付けがなされているものと自分で醤油をつけて塩味を加えて食べるものとがある。前者には爪、煮詰め、煮切りと呼ばれる醤油ベースの液体調味料を酒の上に塗りて供されるものや、塩、何らかの味付けがなされた塩の場合などもあるを振ったり、ニンニク、生姜、酢味噌などを乗せて供されるもの。 漬けとなっているものがある。校舎は、醤油を入れた小皿を用意しておき、寿司に適当に醤油をつけて食べる。地域によっては小皿に取らず、客が自らはけで醤油や煮詰めを塗る形式もある。大阪など、あらかじめ味付けをされているものについては、通常醤油はつけない。寿司をつまんで寿司種に醤油をつけるのではなく、飯に醤油をつける人もいるが、 米飯の側を醤油につけると飯が崩れたり醤油皿に飯が落ちる原因となる。どのような順番で食べ始め、食べ終わるべきかが議論されることがある。昔はその店の職人が焼く卵焼きをまず頼み、腕を見るのが食通だとする風潮があったが、多くの店は業者から卵焼きを仕入れているのが現状である。また、白身魚などのさっぱりしたものから食べ始め、 小肌などの光物に進み、マグロのトロやアナゴといった濃厚な味の種で締めことを推奨する人もいるが、多くの寿司屋では、客の食べたい順番に頼むことを勧めている。油分が下に残るような種を食べて、次をつまもうとするときは、生姜やお茶で口直しをすると良いとされる。寿司に用いられる、魚介類その他を寿司種という。寿司種は、種あるいは、ネタとも呼ばれる。ネタは、 種を逆さにした不調である、職人用の隠語。寿司種は生物、買い物、光物、煮物、その他に分類される。マグロ、トロ、カジキ、カツオ、タイ、ヒラメ、スズキ、ハマチ、ブリ、シマアジ、サーモン、甘エビ、ボタンエビ、イカ、ミズダコ、など。生物といっても、軽いスジメや昆布ジメ、霜降り、指引き、降り塩、 醤油漬けなどの仕事が施されることも多い。青柳、赤貝、ホタテ貝、ホッキ貝、ミル貝、粒、鳥貝、平貝、カキなど。ハマグリやアサリ、アワビなどは煮物に分類される。カキやホタテも煮物とされることがあるほか、ホッキ貝、鳥貝も茹でて供されることが多い。多くは、筋目で供される。この白、小肌、アジ、サバ、サヨリ、 キス、カスゴ、エボダイ、サンマ、イワシなど。蒸し物、茹でたものも含める。甘い煮詰めを塗って供される種が多い。アナゴ、アワビ、エビ、シャコ、カニ、タコ、ニホタテ、ニイカ、ゲソ、シラウオ、ウナギなど。特に回転寿司や日本国外の寿司料理店において、ミニハンバーグ、チャーシューなどの肉類や、天ぷらやフライなどの調理済み食品、マヨネーズ、 シーチキン、ツナフレーク、アボカド、生野菜サラダなどを種にした従来の寿司から見るときそうなスタイルだけを真似た商品が増えている。これらに眉を潜め、寿司の枠を超えた異質のものとして、寿司とは別のものとる見方がある一方、これらのネタを従前から続く工夫の一つと捉える見方がある。握り寿司は寿司の中では歴史が浅く、江戸時代、 文政年間に考案されたものと言われる。洋術という意味で握る寿司の飯、柳だる、1827年作句、1829年、文政十二年間が、握り寿司の書出文献である。握り寿司を草案したのは、与兵寿司花屋与兵とも、松の寿司、通称、本来の野号は、伊佐五寿司、堺屋松五郎とも言われる。 江戸前、江戸の前イコールの地の東京湾の魚介類と海苔を使用する江戸前寿司は江戸中の屋台で売られるようになった。森さ満万によれば、という、この頃には巻き寿司もすでに定着しており、江戸も末期、維新の足音も聞こえて来ようかという時代になって、ようやく現代でもポピュラーな寿司が一気に出揃ったわけである。この頃の握り寿司はおにぎりのような、 大きさであり、食事というよりは、おやつの位置づけとなっていた。明治30年代、18971906年、頃から起業化した製氷のおかげで、寿司屋でも氷が手に入りやすくなり、その後は、冷蔵箱だけではなく電気冷蔵庫を備える店も出てくる。近海漁業の漁法や、流通の進歩もあって、生鮮魚介を扱う環境が格段に良くなった。 江戸前握り寿司では、これまで酢にしたり醤油漬けにしたり、あるいは火を通したりしていた素材も、生のまま扱うことが次第に多くなっていく。種類も増え、大きかった握りも次第に小さくなり、現代の握り寿司と近い形へ変化し始めた時代である。1923年、大正12年の関東大震災により、壊滅状態に陥った東京から寿司職人が、離散し、 江戸前寿司が日本全国に広まったとも言われる。第二次世界大戦直後、厳しい食料統制の最中か、1947年、昭和22年飲食営業緊急措置令が施行され、寿司店は表だって営業できなくなった。東京では、寿司店の組合の有志が交渉に立ち上がり、1号の米と握り寿司10個、 巻き寿司なら4本を交換する委託加工として、正式に営業を認めさせることができた。近畿をはじめ全国で、これに習ったため、全国で寿司店といえば、江戸前寿司一式となってしまった。ちなみに1号で10個の握り寿司なら、かなり大きな握りで、いわゆる、大握りと呼ばれる、江戸時代、明治初期を思わせる、大きさである。 当時を知る職人は、あらかじめダミーの米を入れる袋を用意して店頭に置き、取り締まりを逃れて営業したこともあると述べている。握り寿司は一つを、一貫と数え、貫の文字を当てることが多い。しかしこの呼び方が書物に出てくるのは1970年代以降のことで以下に示すような古い文献に、貫という特別な助数詞で得た例は見当たらず、いずれも一つ二つ。 または一個二個である。江戸時代末期の森さ満万光、1910年、明治43年、予平寿司主人、小泉聖三郎著、家庭寿司の付け方、1930年、昭和5年の長瀬和のタスク著、寿司通、1960年、昭和35年、宮尾茂著、寿司物語のいずれも一つ二つである。ただし、寿司職人の間で、 戦前の寿司一人前分、握り寿司五つと三つ切りの海苔巻き二つを、太鼓の鉢、ちゃんちきに例えて、五缶のちゃんちきと呼んだと紹介されている、篠田光、寿司の本1970年、昭和45年増補版。寿司を缶と数えた例は、比較的最近からで、国語辞典での最初の採用は2001年刊行の、三省堂国語辞典第五版である。 昭和後期のグルメブームの時に一般に使われるようになったと言われる。握り寿司を二つに切って提供することが標準化した時代はない。戦後広まった二丁漬けは切ったのではなく最初から二つに握ったもの。一つ一口半とされていたサイズが現在のサイズに切り替わったのは明治の中頃から戦後昭和の半ばまでの間と言われており小さくなっても 昭和の中頃になるまで寿司は一つずつ、給仕されたという記述もある。一方で、二つで一貫と数える人々もいるが、由来は不詳である。貫の古言は、諸説あり定かでないが、のり巻き、もしくは、笹巻き寿司や棒寿司などの巻いた形式の寿司一つを、一貫と数えたことからという説。江戸時代に、穴あき銭に紐を通して、銭五十枚を一つなぎした、 ガンから転じたという説、重さの単位、ガンから転じたという説などがある。握り図視店にて用いられる、主な用語を以下に記載する。ただし、これらの用語は、必ずしも、全国共通ではなく、一部地域では通用しない、場合がある。また、基本的には、寿司職人の間での不調であり、客が使用するものではないが、トロ、ガリのようにすでに一般名詞化したものもある。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。